してて、でずっとバスケットボールの選手になりたいって言ってバスケットボールをしてたんですけど、とある瞬間ちょっと親友にダンスをしないかと誘われて、でそれでダンスを習いに行って、でそこで初めてダンスに触れて、で発表会っていうものに初めてステージに立って、でその時に踊り終わった後にこう拍手がわーっと来るわけですよ。拍手がわーっとおーってなってこうおーめっちゃ来るよ。でその拍手が気持ちよくて、この拍手を永遠に受け続けたいなっていう感動を得て、でじゃあこの拍手を永遠に受け続けるにはどうしたらいいんやろうと思ったら、やっぱステージに立つっていうことでしかその拍手は浴びれないと思ったんで、1年生の時はめちゃめちゃただただ楽しくて、なんか悩むっていうよりかはこう、あこんなこともあるんやみたいな感じで授業を受けてたけど、2年生になって、この学校内で1位にもなれんやつが学校出た後にプロになって東京でダンスできるかって言われたらできへんやろみたいなことをすごいこうなんて言いますか、一人一人の先生から言われて、でまずはじゃあ1位をこの学校内で取りなさいっていうことで、いろんな授業テストとかもあるし、そういう卒業公演もリーダーやったりとか、やっぱ苦手なのにバレエとかジャズとかテアパークとかもあったんで、それを1位にするにはじゃあどうしたらいいかとか、リーダーになってこうこうこうでこういう進め方がいいのかとか、そういうリーダーとしても悩みましたし、それを踏まえて1位になることも悩んで、だからその学校内でまず1番になるっていうことに対してが一番悩みました。1年生の時は絶対最後まで残って自主練習をするっていうのをやってて、で2年生の時は毎朝学校が開く5分前ぐらいに来て、でまあストレッチしたりバーレッスンしたりとかして、が毎日ちゃんとやってたことです。なんかいろんな、まあ、ジャンルを習いに行くにもやっぱりいろいろお金がかかっちゃうので、動画見るとか、あとはインスタとか YouTube とかでその動画見たりしたやつを真似してみるとか、だから家でちょっと振り覚えてみて、あこんな動きやるんやっていう風に体に入れておくと、じゃああなたジャズできますかって言われた時に、あはいできますって自信持って言えると、さっきも言ったみたいに仕事がいっぱい増えるので、やっぱいろんな方向に目を向けて時間を過ごしてあげると、多分今後先にいろいろとつながっていくと思うので、その周りに目を向けるっていうことを頑張ってみてください。 YouTube を常に見てて、なんかそれはなんか面白いものを見たりとか、そういういろいろなこともあるけど、例えば自分なら K-POP を教えさせてもらったりとかそういうことをやってるんで、 K-POP の新しいグループの人たちが出たらそれをチェックしたりとかで、こういう曲が流行ってるとか、あこの振りめっちゃいいなとか、そういう振り付けの勉強やったりとか、やっぱそれこそしっかり睡眠時間を取るとか、自分の好きな美味しいものを食べるとか、なんかリラックスの時間としっかりと勉強する時間っていうのを最近は毎日欠かさずやっています。今すぐに結果は出えへんけど、そういうレッスンを積み重ねてって、それが1年後か2年後か3年後かとかはそれは人それぞれやから分からんけど、結果絶対その時こう頑張った過程が最終的に1年後に嬉しいことになって帰ってきたり、2年後になって嬉しいことに帰ってきたりとか、だからみんなは今なんか楽しい人はそれをずっと継続して、それをさらにもっともっとレベルを上げてったりとかしてダンサーを目指してあげるといいと思うけど、なんか全部を楽しく考えるのは難しいかもしれんけど、そういう風に一個一個冷静になって考えてあげると、多分楽しいことがいっぱい詰まってるはずやから、その時間をより多くしてそういう時間を過ごしてあげると、多分みんなの中で今以上のものが見えてくると思うので、そういう風に時間を過ごして頑張ってください。